市川県境市川県境明治三十二年八月二十六日は幕末、明治の乱学者、オランダ語、ドイツ語を習得、西洋兵学を学ぶ、西は源の陽明三タスク、あと岩の須または西宮、明治二年九月五日に改める。豪派不天才父は広島藩藩囲の市川文美、母は林氏佐子。 市川文吉は長男。福井藩で、宝術師藩となった。幕府天文大役員を務め、番所調べ書と改正書教授職を歴任。大番閣法閉鎖指図役、頭取金方となる。電信機や、活版印刷などの技術開発に携わる。維新後は、陸軍兵学中教授となった。東京学士会員会員。清水宇さぶろオランダ文天前後編によれば、 蘭学の文法書、セインタキスを本国したのは、三つくり原稿であるとしているが、市川県境、経歴団によると、市川が杉田のところにいた際に、三つくりから頼まれて、半下を書き下ろして印刷したとある。安政元年に、マシューペリーが幕府に検定した、小賀金一郎万民のため、有益の芸事を開け、190ページ替え2年1849年に、 オランダが江戸幕府に献上した物産学は国家経済の根本であること、動植物や鉱物類の品質調査の必要性を説いた。小賀金一郎万民のため、有益の芸事5回、191ページ、経歴団、原平蔵公園幕末用学士の研究、ありがとうございます。